ションいただき、永遠にアデュー。何が回答だ。上告する。お兄さん、それ外すよ。アデュー。約束したんだよ、俺たちは。たとえ誰が倒れても、残った奴が願いを絶対叶えるって。分かったか。遊びじゃねえ。命がけで怪盗をやってんだ。俺はパトレイ1号浅香慶一郎だ。マジかよ。ルパンコレクションを集めて大事な人を取り戻す約束だ。ついに警察にまで手を出すとはな。これのことならギャングラーからいただいたんだけど。ヘリクツ、それはもともと国際警察のものだ。何言ってんの。もともとはルパン家のものでしょ。今あんたが使ってるもんも含めて。これは正義のために必要な国際警察の装備だ。はっ。粘るな。ギャングラー俺らが倒すから、コレクションも渡してくんないかな。勘違いするな。貴様らにその権限はない。はあ、どんな言い訳をしようとも、怪盗という手段を選んだ時点で貴様らは間違っている。そうかもな。でも俺たちはこれしかないから怪盗やってんだ。正論なんかどうでもいい。あの熱血終わり目、痛いとこつきやがって。怪盗め、この借りは必ず返す。いつまでも意地張ってると後悔するよ。会えなくなってからじゃ遅いんだ。コーヒーを一つ。はい。まさか俺の様子見に来たんすか。ん？いや、そういうわけでは。いいっすよ、ケイちゃん。ケイちゃん、それは俺のことか。さすがに慣れ慣れしくないか。ほら、常連さんだから親しみ込めて、ケイちゃん。誰かと違って卑怯なおまわりさんだ。と、なんだよ、ケイちゃんといい、国際警察はおせっかいばっかかよ。いいな、カイト、ここは俺たちに従うんだぞ。なんであんたに命令されなきゃいけないんだよ。さっき力を貸しただろ。うるさいな、唾飛ぶし。あ、すまん。飛ぶか。邪魔すんなよ、おまわりさん。こっちのセリフだ、カイト。しゃあない。ねえ、おまわりさん、一旦手を結ぶってどう。何を。国際警察が怪盗なんぞと組むわけにはいかん。真面目ぶってる場合かよ。ここで死んだらあんたが守りたいもん守れなくなんだぞ。お前にもやり遂げたいことがあるのか。それは怪盗になってまで叶えたい願いなのか。今の俺の全部だよ。だったら何、見逃してくれんの。それはできない。即答かよ。脱出までだ。異世界から抜け出すまでは休戦にしてやる。あんたも十分間抜けだよ、名探偵さん。ただでさえ厄介な怪盗とこのめんどくさいおまわりさんたち、まとめて倒そうと欲張ったのが失敗だったな。さて、覚悟はできてるよな。この次は逃がさんぞ、怪盗。まったく、真面目なおまわりさんだ。あれ、ケイちゃん、カイリ君。おーおーおー、何してんのこんなとこで。いや、休暇を取ったのでのんびり温泉でもと。うっそ、偶然。俺も休みもらってさ、ブラッと温泉でも行くかって。え、一人。あ、ああまあ。あ、じゃあ一緒に回ろうよ。偶然あったら運命だって。いや、しかし。いいじゃん、仕事じゃないんでしょ。え、ああ、仕事ではないが。ルパーレット、モリアラスクでギャングラーによる大規模火災が発生した。その VS ビークルが必要だ。ああ、ここからなら俺のパトカーよりお前の飛行機の方が早い。何言ってんだよ。行けー。兄貴もそういうタイプだよな。でもごめん、俺そういう眩しいの抜いてない。気づいちゃった。今まで兄貴の真似してやってきたどんなことより、俺
めちゃくちゃ怪盗向いてるわ。だから兄貴にどんな顔されても俺は俺のやり方で兄貴を取り戻す。前から気になっていた。旅先での暗い顔も。何かあるなら相談に乗りたい。カイリ君の力になりたいんだ。カイリ君、勝手にしろよ。名付けてスーパールパンレッドだ。コレクションを怪盗に取らせる。頼む必要はない。怪盗は必ずコレクションを取り戻しに現れる。しゃあない。警察に体張ってもらうか。大丈夫、あのおまわりさんたち市民守るためなら何だってできちゃうから。俺たちはそこを、我々警察は奴らを利用するんだ。なるほど。あいつは絶対諦めない。絶対あいつは立ち上がる。あいつならどうする。あいつならそう動く。あいつなら、その体で無茶な真似は、俺が動かなければ今頃お前はバラバラになっていたぞ。そん時はそん時だ。でもあんたなら意地でも金庫開けると思ったでしょ。ずるい男だ。それが俺の売りなんで。そんなに見たきゃ見せてやるよ。俺たちが世間を騒がす怪盗さ。それじゃあドグラニオさんよ、話す時間はもったいないから予告する。あんたらのお宝全部いただくぜ。お兄さん、それ外すよ。どうして俺の前に現れた。ケイちゃんが俺と話したいんじゃないかなと思って。この場で手錠をかけることもできるんだぞ。かけるの俺に。今ここで。それだ、ずっと不思議に思っていた。時折ルパンレッドが俺に向ける妙な信頼は何なんだと。でも正体がカイリ君だったのならわからなくはない。君の笑顔も少しは本心だったと思っていいんだよな。そうじゃないだろ、もっと俺に言うことあるだろ。俺はずっと絶対人を騙してたんだぞ。怒れよ。ルパンレッドと戦う時みたいに怒れよ。怒ってるさ、自分の不甲斐なさに。俺はなぜもっと早く気づけなかったんだ。俺がもっと頼れる警察官だったら、苦しんでいる君たちを救えたかもしれないのに。あんたがどんな警察官だろうと関係ないさ。どうして。警察官に頼らない奴が怪盗になるんだよ。サミーゴのところに行くつもりか。あんな化け物相手に一人で挑むなど無謀だ。そっちがトーマと海か捕まえたんだろ。俺がいる。は？前に言っただろ、君の力になりたいと。どんな理由があろうと怪盗という手段を選んだ時点で間違ってんだろ。俺が警察官になったのは苦しむ人々を助けるためだ。もし警察という立場ゆえに目の前の君を救えないのなら、俺は警察を辞める。あんたはそっちにいてよ。こんな怪盗じゃなくてもっとたくさんの人助けなよ。しかし俺がケイちゃんになれないみたいに、ケイちゃんは俺みたいにはなれない。ありがちゅう、熱血おまわりさん。世界の平和を頼んだぜ、おまわりさん。トーマ、海か。よかった、戻ってきた。サミーを倒した。これで兄貴たちも元に戻る。俺たちの願いやっと果たせた。そう、ギャングラーが持ってる最後のコレクションだから俺たちがいただかないと。カイリ君、待っ
返してもらわないと。コレクションを持ったギャングラーはやつで、最後でもまだギャングラーは残っている。装備を渡すわけにはいかん。予告する、あんたの宝いただくぜ。残しておく方がいいだろう。